バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト勝ちの提供でお送りします。こんにちは、杉山悦子です。バンバ魂、今週も30分お付き合いください。この番組は世界に一つだけの競馬です、バンエイト勝ち、バンエイ競馬の魅力をお伝えするとともに、皆さんの馬券も当たりますようにという、そんなお手伝いをしたいなということで始めた番組です。そして馬券のお手伝いをしてくれるのは、十勝毎日新聞社営業局企画事業部の桜井陽介さんです。こんにちは、最近ね、年のせいか会社の階段を一腰で上がれなくなっている桜井です。階段上がる時もバンバになった気持ちになっているという ね、 そうですね、2腰ぐらいかかっちゃうんですけども、止まってきましたね、でも頭の方はしっかり回転してるんで、馬券はどんどん当てていきたいと思ってます。今週も教えてくださいね。そしてこの番組に出るまでは馬券を買ったことがなかったというビギナーなんですけれども、ジャガの馬女と、もう紹介しましょう、はい、小西シータちゃんです。よろしくお願いいたします。当てたい当てたい当てたい、最近もうこのことばかり考えています。万馬券をもし当てることができたら、満を持して引っ越ししたいと思っております。生活ランクを2上げるぞ、小西シータです。よろしくお願いします。1ってどのくらいのメモリなんだろうっていう感じなんですけど、そうですね、なんかね、ちょうどこの番組が始まって1ヶ月が経ちました、はい、でね、気持ちとしてはどんな感じでしょうかねっていうお話をしようと思ったんですけど、はい、桜井さんはもう早速もう階段上がるのも、途中もね、会社来るとき、今僕徒歩で通ってるんですけども、信号があってね、やっぱ刻んでいかないとやっぱ辛い信号刻むと初めて聞きました赤がね、やっぱ欲しいんですよね、そんな気持ち、馬の気持ちも分かってくるようになりましたね、予想も変わってくるね、はい、シータちゃんは1ヶ月経ってどうですか。はい、私はですね、なんか過去2回くらい当たっているはずなのに減っているっていう、その所持金がおかしいな、もやもやした1ヶ月。そうなんです、なんかちょっとイエーイみたいなものをまだ味わっていないので、当てたいですね、純粋に勝ったって気持ちを早く味わいたいですね、はい、ガッツポーズというものをしてみたいです、うん、で今週もバンエー疑問質問のコーナーがあります。シータちゃんのバンエーに関する質問、桜井さん答えてくれますからね。今日はどんな質問が飛び出すでしょうか。コマーシャルの後は、1月24日先週の日曜日に行われましたメインレース第14回白雪賞を振り返ります。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、6番北勝マサルやってきた、さらに外から7番俺の心だ、後ろからは戦国エース、俺の心が行く、俺の心王者奪還、そして2番世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ、帯広競馬場十勝村。バンバ魂。それでは1月24日先週のメインレース第14回白雪賞を振り返ります。注目馬は1番人気の5番大和太鼓、2番人気3番共栄流、そして3番人気の7番海瀬ドクターでした。それでは白雪賞第2障害の手前からの実況をお聞きいただいてからレースを振り返りたいと思います。北のポップサップ、海瀬ドクター、そして大和太鼓と集まって第2障害、ニセコ光る北のポップサップ仕掛けます。そして7番海瀬ドクター行きました。第2障害上がってきた8番ニセコ光る先頭で2障害下りました。その後9番北のボブサップ、5番大和太鼓、7番海瀬ドクター、第2障害降りて少し間が空いて1番ダイナマイト、6番ブラックサファイア、そして3番共栄流、エンゼル福姫が続きます。前残り30メーター切ります。8
8番ニセコヒカル先頭、じわりじわりと7番カイセドクター並んできた。その後ろから6番のブラックサファイア接近、外は9番北のボブサップ。あと 10m、 好レース。カイセドクター抜けるか。これに内から6番ブラックサファイア並んできた。カイセドクター、ブラックサファイア、6番ブラックサファイア捉えたか。そしてカイセドクターというレースだったんですよ、桜井さん。はい、大和太鼓をね、ずっと見てたんですよね。ちょっといつもよりかかり悪かったしね、少しちょっと調子落ちてたのかな。あれ、かかり悪かったように見えました。うん、いやいやね。それでそこからやっぱ降りてからやっぱ足が全然なかったですよね。あの、かかりっていうのはその競馬用語ですか。まあ、あの万英用語なんですけども、はい、やっぱりその登っていく時のあれですね、足ですね。あ、足がかりっていう感じなんですね。まあ、ちょっと違うんだけど、ちょっとなんていうのかな、大事にいってるのかなって一瞬思ったりもしたんだけど、あのてっぺん行ってから、ね、あの、はい、うん、あの折り加減はあらっていう、そうですね、うん、感じだったんですよね。負担重量的には有利だったし、うん、もう当然今回も主役なのかなと思ってたんですけども、うん、圧倒的一番人気だったんだけども、ね、なんとなくあの場内もえっていう感じになっちゃって、うん、 その後がうわーっときましたね。うん、まあ、ブラックサファイア、海星ドクターね、この2頭やっぱり強かったですね。うん、でもね、先後からブラックサファイアが来たんだけれども、これ行くって思いませんでした。2勝が超えた瞬間に、うん、あ、これ行くなって。 そこの係が一番良かった ね、 うん、ね、末足っていうのは足良かった。やっぱり超えてからのね、ちょっとキャンター気味に上がってきてたし、でジョッキーはまた富士の騎手だったんですよね。あ、そうですね、ね、うまいしね、その辺のね、ぴったり行ったって感じがしたな、うん、このレースはですね、盛り上がってましたよね。で、第14回白雪賞の結果なんですけれども、1着6番ブラックサファイア、そして同着1着だったんですね、7番のカイセドクター、3着8番のニセコヒカル、1番人気の大和太鼓は6着という結果でした。配当です。単勝6番490円、同じく単勝7番280円、馬番連勝複式馬服です。6番7番で3200円、1着2着3着ときっちり当てる、3連単は万馬券でした。2万3400円という高配当がつきました。3人はどうだったんでしょうかね。桜井さんは5番の大和太鼓を本命にして、6番ブラックサファイア、8番ニセコヒカル、9番北のボブサップに流してたんですよね。ね、1着と3着来てんですけどもね、ひも、うん、の馬はね、でもここで大和太鼓さん来てないんでダメでしたね。でブラックサファイア入れたっていうのはやっぱりさすがだなという、まあ、外れたら全部一緒ですさらっと言ったけど、うん、そしてシータちゃんが、はい、あの一番のダイナマイト行きましたねダイナマイトのようにとかね、そうですね、ね、行きましたけども、はい、5番の大和太鼓を2頭本命にして、はい、3番の共栄流と入れてボックス買い始めてしたんですよね。そうなんです、はい、ダイナマイトに関してはもうあの BTS が流行っているからという理由で入れたんですけれどもまあそうですね、今回レース途中くらいから、あ、うん、次は考え方を変えなければいけないなというふうにあのすごく反省しましたちょっと考えるとこありましたね。ただちょっと大和太鼓の位置はびっくりしちゃって、うん、あ、そうか、こういうことがあるから万馬券が発生するんだと思ってました。で、私杉山は桜井さんとシータちゃんと同じく本命はあの5番の大和太鼓だったんですよねっていう、ここからだったんだけども、大和太鼓から1番のダイナマイト、8番ニセコヒカル、9番の北のボブサップに3点買いだったんです。で、さっき話したようにあの天板に行ったところでダメかなと思いながら、まあ、ずっとってこれをもう超えた瞬間に、あ、ブラックサファイアを買っておけばよかったなってずっとあとはねもう見てられなかったなっていう、まあ、そこでこれ敗戦の、ね、何の陣、あの、はい、あの感想というよりは、このレースの感想というより、私この番組でね、本命というのか一番人気買うのやめようかなってねなんとなくちょっとね、さっき控え室で話してたけど、うん、僕も守り入っちゃった。3連勝してたんで、あ、まあ、当ててえなと、4連勝してえなと思っちゃって、はい、あ、そうなんですね、ちょっと今回のレース結果で疑問があるんですが、その疑問尋問のコーナーに行くよりも先に聞いておきたいことがあって、はい、どうぞ。1着2着同着、そう、同着、そういえば、あの、そう、同着同着、多分中央競馬、私の知ってる普通の競馬って、うん、鼻先でこうゴール決まるので、なんか、うん、あんまりこう1着同時みたいなのって
ってない気がするんですけど。人参3本。あ、え、しまった、疑問尋問でやめかった、これ。あら、これはその万栄競馬はレースどこで見るんですか、この決着っていうのは。決勝戦、ゴール戦っていうのがね、まあ、見えないけどゴールラインがあるんですけども、はい、そこの、ソリの一番後ろ、それの一番後ろの部分が通ったらもうこれでゴールしたってことなんですね。あ、それどこから見てるんですか。それがスタンドの上にね、決勝審判さんっていうのがいるんです、はい、でそれでも分かんないときはもうあの判定写真ってあるので、あ、もうちゃんとミリ単位までちゃんと測ってますよ。基本的に全レース写真は撮影してるのよ、全ですね、はい、でこうスタンドから見ると、うん、右から左に走るじゃないですか、はい、ゴールラインのところのずっと向こう側の上を見るとタワーがあるんですよね。お、はい、タワーがあの上から写真を撮ってるというね。え、でもあの今ミリ単位でやってても今回は到着だった、うん、そう、200メートル走ってきて、はい、最後も1ミリも一緒だった。あの一つだけちなみに、はい、万栄競馬はそれの一番後ろに番号がちっちゃく書いてあるんだけども、はい、それがゴールラインを通過したところでゴールになるから、なので発表するときはただいまのレースの通過順位をお知らせいたします。あ、通ったからってことか。そう、平地競馬は花、はい、花が一番最初にゴールラインに着いたところがゴールだから、はい、ただいまのレースの到達順位をお知らせいたしますっていう結構意味があって、そう、深いこと言いますね。そうだから万栄競馬はソリのね、はい、頭だけ見ないでソリのこの一番後ろを見るというね、うん、だどう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 だっていうところをみんな見るのよ。わかりました、しまった、あの本当にこっちのコーナーで言っとけばよかったなと思いますので続いてのコーナーはこちらです。万栄疑問尋問、桜井さん教えて。ここで言えばよかった。そうね、続いては不定期で行っています万栄競馬疑問知問尋問桜井さん教えてひひんのコーナーです、はい、このコーナーでは万栄競馬初心者のシータちゃんが万栄競馬についての疑問を桜井さんに質問するという、シータちゃん のさっきのもう質問あったんですけどね、その質問によっていい質問だなという時には三人陣、はい、うん、でまあまあだなっていう時は二人陣、はい、いまいちそれ自分で考えようっていうのは一人陣という、そんなね、あの餌を与えてもらうというそうなんですけど、うん、あの私その当たっても減ってるっていうことで、うん、今多分私負けてる金額がすごいと思うんです、うん、桜井さんは勝っ、うん、出ますよね。あ、そこ行きます、はい、ね、金額もそうなんだけども、まあ、ちょっと軽くね、うん、あの回収率行きましょうかね、はい、桜井さんがね 251.3% の回収率なんですよ、ね、すごいな。シータちゃんでも 31.8% の回収率、はい、はい、私は 90% ということになってるんですよ、はい、そこ気になるんだ。そうなんです。で今日の質問は、はい、今日 あの質問なんですけれども、うん、いつもあの馬番連勝複式、うん、今馬服って言うんですよね、うん、で私そのどっちの馬が1着2着でもいいようにっていう風に買ってるんですけども、全然回収できないというか、まず当たらないです。なので他にこうもっとまず当てたいっていう守りの買い方を教えていただけませんでしょうか。はい、はい、というこれはの買い方についての。3本出てたからここ2本だな、うん、あ、2本、はい、2人陣だ、ありゃりゃりゃ、2人陣だな、はい、答えは、ね、まあ、買い当てやすいってことで言えば、うん、まあ、一番当てやすいのはね、副賞っていうのがあるんですよ。副賞、8頭以上いると3着までね、その馬が3着までに入ればいい。ああ、その代わり配当安い。まあまあまあ、まあ、100円買って150円とか、そういう本命馬なんか買ったら110円とかしかなんないから、うんうん、で今やっぱちょっとおすすめなのはね、枠連、枠連、枠服、枠服ね、はい、枠服は、例えば7枠8枠にね2頭ずつとかいると、はい、7枠の馬で、例えばこの馬、この馬本命だよと、うん、7枠7番の馬本命にするよって思ってたのが、はい、さっきの大和太鼓みたいに来ない時あるじゃないですか、うん、そしたら代用品で8番来た時にね、はい、それも当たりになっちゃうんですよ。あ、だから7番2頭ずついる。あ、ってことは、まあ、じゃあだからフルゲートの場合7番8番2頭ずついる感じになりますよね。あ、じゃあってことは7、8で買っておけば一番当たりやすくはなるっていう、うん、当たりやすいというかいっぱい頭数買える。なるほどなるほど、はい、あとねもう一頭いいのはね、あの、うんうん、1着3着1着1着2着だけじゃなくて1着3着2着3着でも当たりのワイドっていうのがある。ワイド、うん、3頭選ぶ、ね、3頭選ぶ、3頭、3着以内に2頭が入ればいいっていうだけ。あ、ワイドか、うん、それはね、うんうん、まあたまにつくときある。ははーん、
ただやっぱあれなんですよね、万馬券狙うんだったら、まあそのまあ3連単行きたいね、3連単でガチッと当てたいね。分かりました。初めて競馬場に行って、はい、最初にね馬券を買うんだったら、例えばあの単勝、例えばね、1頭好きな馬を選んでその馬が勝つか負けるか、はい、だから勝たなきゃ意味がないんだけれども、分かりやすい。で次は馬、副賞ですよね。副賞ですね。副賞を買う。それ同じ1頭選んでも1着にならなくても 1,2,3 まで入ればいいとかね。ね、そこから行くのもビギナーさんとしてはね。単勝と副賞セットで買う人は結構多いね。あー、そうか。1着に入ってもいいし3着に入ってもいいしと、両方当たったらラッキーみたいな。なるほどな、はい、いやまずはじゃあ いっぱい馬買えるやつ考えようかな。買えるやつ、はい、ということは、明日の予想はまた買い方を変えてくるつもり。そのつもりにしちゃおうかな。どういう喧嘩ってくるのかな。しちゃおうかな。CM 中に考えます。そうですね、はい、それではこの後盛り上がったところで CM の後は明日31日日曜日のメインレース BG2 勝ち前杯第1回勝運賞の展望と予想です。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、残り10メートル、6番北勝マサルやってきた。さらに外から7番俺の心だ、後ろからは戦国エース、俺の心が行く、俺の心王者奪還。そして2番世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイトたち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール。そこはどこ？帯広競馬場十勝村。バンバ魂。それでは明日のメインレースです。明日のメインレースは BG2 勝ち前杯第1回勝運賞、初めての重賞レースが誕生しましたね。楽しみです。18時20分出走の予定です。それでは出走馬紹介いたします。1番高波船山クランド騎手、2番岩木ダイヤ島津新田騎手、3番海瀬キング王西翔太騎手、4番ネオキングダム阿部武富騎手、5番ジェインスター菊池和樹騎手、6番北西ジョーカー西健一騎手、7枠7番正宝鈴木圭介騎手、7枠8番アルジャンノ王藤野俊一騎手、8枠9番勝利の星松田道明騎手、8枠10番シュトラール藤本匠騎手という10頭の出走となります。桜井さん、はい、そうですね、新設重賞ですね、うん、2歳世代、まあ、これ今明け3歳なんですけども、2歳世代は3月のイレネー記念を頂点として、今まではね七竈門賞ヤングチャンピオンシップと三冠ロードだったんですけど、このレースが加わることによって四冠ロード、2歳の、ね、ラインナップがすごいレースすごくなっちゃったんですよ。でやっぱりこれイレネー記念前の最後の重賞なんで、はい、かなりね注目して見ときたいレースですね、はい、ポイントポイント、うん、ポイント、うん、やっぱりこれはね、ヤングチャンピオンシップの、ね、優勝したアルジャンノーとね、あと、まあ、三冠レースでね常に2着来てる海瀬キング、このあたりがねやはり強いんじゃないかなと。海瀬キングはネオキングダムだね。そうですね、うんうん、ネオキングダムはいつもね2着でシルバーコレクターと言われてるんで、このあたりが、うん、ちょっと今回巻き返していくんじゃないかなと僕は思ってるんだけど、2着が多いシーズンで2着が多いんだよね。まあそういうこともね、そう貸し切れないっていうこともあるかもしれない。そんなこと言ったら怒られちゃう、ね、いやでも十分、まあ、そういうねタイプの馬ももちろんいるから、うん、はい、これ雪はまあいつものね、まあ、雪降ったら分かんないねっていうところかもしれないけど、うんうん、このメンバーにとっての雪でどうなりましょうね。でもね前回よりやっぱり筋量がね、これみんなもうあの強い馬もうとも、まあ、出てる馬の中でね5キロ差しかないんですよね、ほとんど、ね、ほとんどあまり、うん、やっぱりこれ本命サイドというか強いね、あの実績馬にはね有利な条件ですよね。うーん、やっぱり人気って固まりますよね。まあ前アルナジャンノーはね、1月17日のレース9着だったんだけども、うん、やはり大舞台に強い馬なんで、うん、本命はこの馬になるのかなって気がしますね、一番人気は。そうなんだ。でも安定感だとネオキングダムかな。どっちを取る？僕はネオキングダム派だけどどっちも強いと思ってる、
なんか曖昧というね。それでは私を含めて3人の予想ですよ。それぞれ1着2着に入る馬を予想する馬番連勝複式馬服で、予想することの3点を予想していきたいと思うんですけれども、今回桜井さん、これ馬服僕やめましたよ、うん、ね、さっきだって馬、馬券の買い方教えてってシートちゃんに言われたから、はい、3連服にしました今回。はい、でさっきも散々ね、僕ネオキングダムアルジャンの方が強いよって言ったから、うん、この2頭はまず3着には来るんじゃないかなと。ほうほうほう。でこの2頭を軸にして、うん、まあ、相手海星キング王と3番海星キング王、なんだっけ5番だ、5番ジェイスター、9番の勝利の星を、絡めて3、4、8、4、5、8、4、8、9を攻めつつ、この買い方なら、うん、2頭が来ればってやつなんです。2頭が3着以内に来て、うんうん、さっき言った3頭が、はい、もうどっか入ってくれば、はい、当たると。おでもうちょっと配当つくと、さっき言ったワイドとかはとか、うん、なるほど、うん、なるほど、ね、なるほど、馬が猫になっちゃった、うん、はい。でシータちゃんは、はい、私とにかくまずあの馬の枠をいっぱいっていうところをまず素直に実践しようと、うんうん、これ何表現として当たる確率が増えるというよりも、たくさんの馬、パターンが多くなるということ、はい、ね、ということで、素直に、うん、あの今回枠服というものにチャレンジします。で、本命というか、まあ、7番の枠と8番の枠から、うん、マサタカラとシュトラールが来てくれたらいいなと思って、うん、まず枠服一番最初は7番8番、うん、これで4頭ですよね。おうおうおう、はい、いいね。であとはあの本日掲載の勝ち米のですね、うん、広告にこの勝運賞のお馬さんが乗っているわけですよ、はあ、はい、でその中から顔で選びました。ちょうどねこの時間ってお宅に勝ち前が届く頃の時間だから、ね、皆さんもお家に届いていたら勝ち前の広告見てください、はい、そこからシータちゃんを選んだ。そうです。どの馬を選んだ顔で、はい、ですね、私ネオキングダム、いい顔してるよね、はい、かっこいいよね。そうなんです、うん、あイケメンと思って、うん、さすがイケメン好き。今日顔で選んだ顔でいきました、うん、ということで4番7番4番8番それぞれ1000円ずつということにしてみました。これ7枠8枠結構ね強そうな絡みそうな馬が多いから買い方として結構いいかもしれないね。あそうなんですか、うん、はい、なかなか混戦だし、うんうん、まあ、2頭ねとにかく多分アルジャンのネオキングダムは人気になるんだけども、はい、この辺は絡んでもおかしくないかもしれない。お、はい、478いいと思いますよ。だよね、いいだって僕の4、ね、僕ともいいし。じゃあ私も結果だけどまあまあのじゃあいいかな。私は7番のマサタカラを本命にしてみました。それで、474番ネオキングでもやっぱり外しきれないなっていうのがあって、僕これいきそうですよね。安定感抜群だから ね、うん、ほら安定感と私もこうバランス的に安定感を一つ求めてもう一つ面白さを求めるっていうところでは、これ7番の正田から面白さではないんだけれども、うん、これも安定感が入りますよね、うん、あの47ね、うん、47、はいはい、ネオキングダムと7番の正田から鈴木圭介騎手っていうところもあって、うん、意外とこれ47は安定感あると思いません？正田からはちょっと別路線組なんでそんな人気しないと思うから結構これ当たったらつくと思いますよ。本当？いや、うん、結構つくんじゃないかなっていうのはね、あの先週の大和対抗でね、うん、人気の馬ちょっと外そうかなっていう気持ちも出てきちゃって、うん、で8番 の、 あのアルジャノを、うん、これやっぱりあの、ね、先週もだったし藤野騎手って面白いことやるんですよね。なんかやらかすとかね、はい、なんかそう やっちゃったな今日もいいぞっていうところがあったりして、うん、その面白さもねなんか人気に行くよりはそっち行っちゃうかな。でその点では1番の高波、うん、これもいいです。面白さありますよね。で、まあ、クランド騎手ね、うん、サウスポーサウスポーがガンガンに叩いて、そう叩いてって言ったら怒られちゃうか。そう、ね、気合い入れるところもうまいし、うんうんうん、だからそこをちょっとね面白さで今回行きました、うんうん、なので正田からを中心に174778と1000円ずつ買ってみましたということなんですよ。でさっき勝ち前の話をしたんですけれども、勝ち前の専門あの専属予想士の金太郎の馬券では1番人気はアルジャンノーにグリグリつけてますね。でネオキングダム正田から海星キング王
シュトラールなどに印をつけています。で今期の2歳は上位は敗戦模様だった8番のアルジャノーは第1回能力検査を2位で10秒以上差をつけて2着に差をつけてだったんですよね。この辺からやっぱ注目されているので、いやこの、まあ、デビュー戦からもずっとこの、ね、2歳世代ではもう突破してたんだけど、ね、そうなんですね、柳川ワードショーでちょっと9着にこけちゃったんで、うん、人気落としてたんだけど、前回ヤングチャンピオンで、ね、リベンジ果たして、うん、やっぱし、ね、このまま強かったなっていう評価だと思うんですよ。 そこで私拾ったんですよね、うん、これいけんじゃないかなっていう予想にしてみました、うんうん、さあいかがでしょうかね、皆さんの参考になるでしょうか、ということで、予想してみました。万栄競馬からのお知らせもあるのでちょっとここでいいですか。明日のメインレース重賞勝ち前杯勝運賞に合わせて帯広競馬場ではご来場プレゼントをご用意いたします。先着500名様にオリジナル使い捨てカイロと万栄と勝ちロゴ入りオリジナルマスクをセットでプレゼントしています。お昼12時から入場門でプレゼントします。なおお一人様ワンセットです。なくなり次第終了になりますのでご了承ください。またバンエトカチでは3月21日日曜日開催のバンエ最高峰レース第53回バンエ記念に合わせ、巨体のバンバを連想させる大盛りメニューをバンバ盛りとして提供していただけるトカチ館内の飲食店を募集しています。バンバ盛りとはバンバにちなんで通常の2倍または大盛りの2倍盛りであること、もしくはバンバをイメージした盛り付けやセットメニューであることです。バンバ盛りはそれぞれのお店で3月18日から21日までの4日間100食限定で提供していただけます。ご参加いただいた飲食店へは1食あたり200円をバンエイト価値が負担いたします。参加店の申し込み締め切りは2月3日水曜日。申し込み方法など詳しくはバンエイト勝ちのホームページをご覧ください。今週のバンバ魂そろそろお別れの時間です。番組ではご意見ご感想とともにご質問を募集しています。バンエイ競馬の疑問馬券の買い方など何でも結構です。いただいたご意見ご質問などは番組内で紹介させていただきます。メールjaga@jaga.fmまた今月はバンエイトカチからジャガリスナーの皆さんに素敵なプレゼントがあります。バンエイオリジナルブランケットを10名様に、膝にかけてもちょうど良い大きさで紺色にゴールドのプリント、ご来場のお供にぜひどうぞ。バンエイオリジナルブランケットご希望の方はバンバ魂プレゼント希望と明記してお名前住所電話番号を記載の上、メールjaga@jaga.fm までご応募ください。1月31日締め切りです。ジャガバンバ魂はスマホアプリリスンラジオ、 YouTube、ポッドキャストでも配信しています。このラジオを聞き逃しの際は YouTube、ポッドキャストでもぜひお聞きください。そして毎週日曜日には万栄競馬のメインレース、実況中継を放送しています。明日開催の万栄競馬メインレースは勝ち前杯第1回勝運賞、午後6時18分頃から放送の予定です。ラジオのチューニングはチャガ 77.8MHz でぜひお聞きください。バンバ魂来週は重賞レース BG1 ヒロインズカップの展望と予想になりますよ。桜井さん、そうですね、また G1 来ますね、 BG1 ね、うん、まあ、今回はね4歳以上の女の子、そうです、女の子の最強馬を選ぶレースなんで、これはこれでまたね注目なんですよ、うん、まあ、メムロボボサップとかアウノブラックとかね、男の子の強いのは出てこないですから、ね、はい、だから当然女の戦いで、はい、女の戦いに、ね、お怖そう、はい、シータちゃんもしっかりね、はい、見ててくださいね。あ、どうしましょう、8枠9番小西シータとかねは出ませんけどね、いけるのあんなの、いやいやいや、無理楽しみです、はい、さあ次回のバンバ魂は2月6日土曜日午後3時30分からです。ジャガバンバ魂、お相手は杉山悦子と桜井陽介、小西シータでした。また来週お会いしましょう。ジャガバンバ魂、この番組はバンエイト勝ちの提供でお送りしました。